俺 YouTube からメールが来てるの。 YouTube クリエイターズ、隠居久保哲郎さんの2020年を振り返ってみましょう。なんかあれみたいですね。なんて Facebook みたいだな。まあちょっと見てみようかな。どんな感じかな。はい、誰も予想しなかったことが起きた2020年。確かにこうした状況の中でも合計19,840分にわたる動画をアップロードして多くの人たちの日常に刺激を与えてくれました。1年の終わりを迎えるにあたり、さまざまな数字を通して一緒に今年を振り返ってみたいと思います。ということで、これまでの道のり、 YouTube を始めてから4564日、ということで12年とかやってるんだな。最初にアカウント作ったのが確かそのぐらい前だったですかね。ちゃんとやりだしたのが5年か6年ぐらい前からだったと思いますけどね。最初の動画をアップロードしてから、ファンが高評価をクリックしたのが、もう10万回近くになるんですね。ありがたいな。あなたの動画は視聴者の会話のきっかけを作ってくれました。ファンが投稿したコメント数は16,779、動画の共有回数も18,245回、多いな。2020年は実力が実を結び、新たに獲得したチャンネル登録者数は4128人。本当にありがとうございます。視聴回数は 2.3M 回までということなんで、ミリオンかな、なんですかね、 M 回まで伸びています。ファンが2020年にあなたの YouTube チャンネルを視聴した時間は10万トンで2623時間。ほう、10万時間、途方もない時間だな。ファンはあなたの動画から目が離せないようです。離してないですか、皆さん。2020年は42,644回の高評価を得ました。すごいね。2020年の楽しい瞬間、5,471件のコメントに返信として視聴者さんと皆さんとつながりました。そう、視聴者さん同士がね、会ったりね、なんか一緒に何かしたりってことが結構多かったですね、今回は。で、2019年はもっと多かったんですけどね、なんか数百人、延べで数千人のグループができたのかな。ファンはあなたの動画に72個のハートと3個のグッドを残し、感謝の気持ちを伝えています。素晴らしい結果です。いや、本当皆さんのおかげですよ。こんなんも届くんですね。ということでね、 YouTube やってると YouTube さんからもこうやっていろいろと励ましてもらえるのかなっていうところでございます。 YouTube クリエイターズアカデミーとかね、そういったスクールに、まあ、招かれたりとか、そこで参加したりとかね、本当活動の幅広がっていくばかりだなと思います。まあ、私もまだね、チャンネル登録者数1万人を超えて、まだでございます。10万人が一つの目安になると思いますので、今後もね、皆さんと一緒にこの YouTube 楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは失礼します。